最近使い始めた iPhone12、これはミニってやつです。で、さっきから言ってるように、自分はこうデバイスとしての iPhone っていうのはあんまり興味がないというか、例えばこの iPhone で何ができるますかとか言って、iPhone 自体のそのチップも進化してきてて、より使いやすいような方向になってるということは分かりますけども、この iPhone のハードウェア的な意味での iPhone っていうものにはあんまり興味はないんですね。で、これを実は買おうと思ったきっかけは、この前、実家に帰りました。その時に、妹に会って、まあうちの妹も iPhone 使ってるんですけれども、その時にこう取り出した iPhone が、まあちょっとかっこいいなと思ったんですね。で、かっこいいなと思った理由は、かっこいいっていうのは、実はアップルの iPhone っていうのは、なんていうの、このカラーリングっていうのにはあまりそうバリエーションはなかったんですね。 iPhone いいでしょ、こういうもんです。で、カラーは例えば、実はこれの前は、これは iPhone の iPhone12 mini っていうやつが今使ってる、iPhone なんですけれども、これに機種変更する前はアップルの iPhone SE の SE2 っていうのを使ってたんですね。で、その SE2 っていうのをに機種変更というかを買ってから、実はまだ1年丸々2年は経ってなかったと思うんですよね。でも、その自分のがもう実はこれを買うときに、 iPhone 前使ってた iPhone SE2 を Apple に、まあ、いわ下取りに出してるので、もう手元にないんで比べることはできませんけども、 iPhone の箱はあるんだな、ちょっと待ってくださいね。ここに箱はありますね。これですね。これの前に使う、見せ方がちょっとおかしいけど、これの前に使ってたのは、要はこれ、ホームボタンのあるiPhone でした。iPhone SE2 かな、でした。で、その時は、まあこんなもん、これここに、これケースで、実際こういう風に iPhone が入って、これにこう、まあ入っていたので、まあ、要はこの大きさなんですけども、まあこんなもんです。多分これほぼ実物大だと思うんですけど、こんなもんですね。で、自分自身としては別に iPhone というものに、そのハードウェア的にっていう、だからもっと画面が広くとか、いろんなことができるとか、例えばゲームが楽しみたいとか、あるいはものすごくなんか早く動かしたい、だからもうゲームがもう超高速で 3D がリアルに動いてほしいなんていうのは実はあんまりないので、まず自分自身は iPhone というので、まあ iPhone だけじゃないですけどね、基本的にあんまりゲームっていうのをしないので、で、その例えばこう iPhone であれば、三軸のセンサーがあるんで、こうやれば画面がこうそのまま動くみたいなのも分かってはいるんですよ。そういうのができるってことは、できるってことは頭の中では分かってるんですけど、じゃあ自分はそれをやりますかって言われりゃ、あんまりやらないんですね。あんまり全然ゲームなんかやらないし、そのいわゆるモーションセンサー、三軸センサーですね、というものとのリンケージっていうのは、別にそのそういうゲームみたいなもので使おうという感覚はあんまりないんですね。で、この iPhone SE2 を使ってた時は、多分色が背面の色を白色のやつを買って使ってたんですね。で、多分これよりも
今使ってる iPhone12 の方が、画面がちょっと小さい、あ、まあちょっと小さいっていうか、その画面の有効面積は分かんないですけども、デバイスとしてはこっちが大きい、 iPhone SE2 の方が、まあ、デバイスの面積としては大きい、まあ表示面積がどうかっていうのは、まあちょっと正確にはちょっと分かってないですけども、でもその自分としては、まあ iPad もあるし Mac もあるし iPad Pro もあるし、なので別にこの広い画面だ、広い画面とか、あ、またこれ電気ついちゃった、広い画面とか、早い処理能力とかっていうのは別に欲しいわけではなかったので、別に iPhone SE2 を買ってからまだ1年経ってなかったと思うんですけども、まあしばらくはこれでいいや、そのこれでいいっていうのは、電話としての iPhone の機能っていうのはもう十分あるわけですから、そのまあ、まあこれでいいやって思ってたんですね。でそんな時実家に帰って、自分の妹が使ってるのが iPhone が iPhone12 で iPhone12 mini ってやつだったんですね。でちょうどうちの妹もこれと同じブルーを持ってると思います。でまず色、それまで白みたいな、白の SE2 を使ってた自分にとって、このブルーってすっげえミーハーなんですけど、かっこいいなと思ったんです、この色が。まあ多分 Apple の製品について、 iPhone について知ってる人は、やっぱ iPhone12 から今は、広告で CM でやってますよね、このパープルっていう色も出ました。で今まであんまりこうプロダクトの製品の色みたいな、カラーリングみたいなところにあんまりアップルは熱心じゃなさそうに思ってたんですけど、この iPhone12 シリーズから色がいろいろ出てきた。でまあかっこいいなと思ったんですよね、正直これを見た時に。あ、まあだからその機能とか何でもないですよ、その形と色で。この形自体はまあ、SE2 の前に使ってた、まるで SE と同じような、形、ほぼ同じような形ではないかと思いますね。まあ、もちろんカメラとかはね、2眼っていうか2つそれぞれのレンズがついてて、まあカメラの性能も上がってるんでしょうけど、まあ写真もそんな、ね、今まで十分の、もう、パッと見十分の、まあ、下手くそでも、初心、下手くそって言い方よくない、ね、初心者がただ、ああ、こんなのちょっと写真撮りたいねってピッて撮る分にはもう十分な性能があったんで、まあもちろんカメラがうんたらっていう気もないし、ただまあ自分で言うのもミーハーなんだけど、かっこよかった。色がかっこよかった。というので、この iPhone12 っていうのを買いました。で、この iPhone12 をもうどのぐらいかな、アップルから買って使ってますけど、まあその iPhone としてのハードウェアとしての部分はあんまりちょっとよくわからないんですけども、まあスタイリッシュっていう表現自体がダサいっていうかかっこ悪いんですけども、まあ色味として、まあ個人的にはすごく気に入ってますね。あとこのちょっと今までのこの、今っていうか前使ってた SE2 みたいなちょっとラウンドイメージなところよりも、この四角い、ソリッドっていうのはちょっと表現としてはおかしいですけども、このこういう感じ、これってやっぱおっされっていう気が個人的にはしますね。であまり意味はあるかないかっていうのはちょっと別なんですけど、でまあ一つこれ、この前の SE2 ではホームボタンっていうのがあったんですね。で今ホームボタンがあった方がいいよねって言われてるんですけれども、ね、この iPhone12 シリーズっていうのはホームボタンっていうのがない。で物理的なこのホームボタンっていうのはやっぱあると、これはこれで便利だと思います。でこれないんですね。だからちょっと面倒なところはあるんですけれども、まあそれは
慣れによってなんとかなるかなとは思ってます。だからまあ普通に使う分にはもちろんもう処理能力も必要十分、まあ僕のレベルでは必要十分ありますし、多分今これの A シリーズの、アップルの A シリーズのチップの一番最新の A14 バイオニックっていうチップが載ってると思いますけれども、まあ多分チップとしても今最新のものが載ってるんで、まあゲームを使うにしてもこれが一番新しいでしょうね。で、を使ってみて、やっぱりこのすごく何度も言うけどミーハーなんですけど、このカラーリングがまあかっこいいと思いますね。あとこの筐体のデザイン、この筐体ですね、こういう筐体が別に悪いって言ってるわけじゃないんですけど、やっぱこのスクエアな感じな、このデザインって結構いいと思いますね。で、使ってて別に電話として何ら不満もないですし、自分が使うようなアプリなんてもちろん余裕でサクサク動きますから何の問題もありません。それでプラス自分にとってはこの筐体のデザイン、あと色、まあいいですよね。今のところこれで全く不満はないので、画面の大きさもミニですけども、携帯としては十分、こうやった時にこんな画面のでかいのでこうやってね実際電話をするかっていうとちょっとそれもかっこ悪いですね。これちょっとね悪くないということで、この iPhone 12 mini を今使ってますけども、まあ多分そう簡単に買い替えることはないだろう、 Apple 奴隷であってもこれをそう簡単に買い替えることはないだろうと思ってますとかなんとか言ってて、また新しい製品が出たら従順な奴隷としてアップルに上納金を納めなきゃいけないんで何かを買っちゃったりするかもしれませんけども、今のところは全ての出来に満足してますというような iPhone SE、 iPhone 12 mini の、使い始めた、なんで使い始めるに至ったかっていうところをお話ししました。まあ、使い込んでいって何か問題があったらまだ動画として何か考えることはあるかと思いますけれども、今のところ何の不満もないし、うまく使う、これで十分だと思ってます。